ありとます。こんにちは、ゼコです。それでは今回なんですけども、トヨタのキャッシュレスアプリ、その名もトヨタウォレット登場 ID 決済や、オリガインペイや銀行ペイでの決済も可能にということで、本日突如として出てきました新たなスマホ決済、トヨタウォレットについてお伝えしていこうと思います。 それでは早速こちらですね。ちょっと今そのまま読みたいと思うんですけども、それはトヨタが作るお金の乗り物。いろんな決済サービスをまとめて入れられるから、これ一つがあれば、幅広い場所でスマホ決済ができます。ここ日本から、そして世界へトヨタウォレットということですね。いやー、まさかの車業界でスマホ決済サービスが出てくるってのはちょっと意外でしたね。 で、こちらのトヨタウォレットなんですが、現時点では iPhone などの iOS 版に関してはすでに出ているんですが、Android 版については2020年の春から使えるようになるみたいです。で、このトヨタウォレットの主な特徴なんですが、今出てるこの感じですね、3つの支払い手段から決済することができます。一瞬これ見た時に、え、3つというふうにまあ思ったんですが、どういうことかということなんですが、このトヨタウォレットのアプリの中に3つの決済方法が搭載されていますよということになります。まあ この参照資料そのまま引っ張ってきたんですが、この3種類ということで、まずこの ID 決済と TC Cubic クオリガインペイこれは初めて聞きましたね。あと銀行ペイこちらの3つで可能ということになります。まずこの ID 決済なんですが、事前にチャージ型でかざして決済をする、まあ、コンタクトレス決済。そして ID 決済が可能な場所であれば使えるということですね。次にこの TC Cubic クオリガインペイについては、 たまったポイントで、まあ、トヨタの販売店で車のお支払いに使えたりとか、まあ、車検も含めてそういったのに使えたりとか、まあ、あとは詳細について省くんですけども、まあ、一応下の概要欄に TC キュ b ビックオリガインペイの公式リンクを貼っておきますのでち、気になる方はチェックしてみてください。ちなみにこちらは後払い型で、QR コード、バーコード決済可能ということと、あとオリガインペイの加盟店でも利用可能ということですね。 そして3つ目の銀行ペイですね。その名の通り、銀行ペイはスマホアプリから即時に銀行口座の引き落としができる決済サービスのことです。まあこちらも QR コードバーコード決済が可能で、使える場所は銀行ペイの加盟店ということになります。ちなみに現時点では、このえトヨタウォレットに銀行ペイとしてまあ登録できる銀行口座というのは三井住友銀行ということになってます。 あと、このトヨタウォレットでのこちらのサービスも利用可能となってまして、ま、いろいろあるんですけども、いくつかピックアップしました。この街の色に使えるためのマイルートというものであったりとか、あとトヨタのカーシェアサービス、そしてトヨタの無人貸し出しレンタカー直乗りというものであったりとか、あとトヨタのレンタカーなどなどですね。そして現在、初回特典としてこちらのキャンペーンも開催されてます。トヨタウォレット残高500円分プレゼントということですね。まあ、このキャンペーンを簡単に言うと、このトヨタウォレットにクレジットカードもしくは 三井住友銀行の口座を登録したら500円分がもらえるということになりますちなみにクレジットカードを設定した場合はクレジットカードでまず500円分の初回チャージが必要となるのでここはお気を付けください三井住友銀行の場合はそのままもう口座を引っつけるだけで大丈夫ですまあキャッシュレスを発信している僕としたらまあとりあえず使ってみようということで早速アップストアからトヨタオレットのアプリをインストールしました まあ、登録画面などの諸々省きますが、ショートメールでの認証もあったので、まあ、しっかりと2段階認証に関してはクリアですね。ちなみに登録するまでの間に ID 決済の設定画面も出てきたんですが、結構すんなりとできましたね。そしてこれがトヨタオレットのホーム画面ですね。これが ID マスターカードの画面。 そしてこちらが TS c u b クオリガ紙ペイでの支払う時の画面。で、こちらが銀行ペイで支払う時の画面ということですね。まあ、それでは早速500円の残高がもらえるキャンペーンに参加したいと思うので、こちらの ID マスターカードの画面のチャージ方法を設定するをタップします。そしたらここの銀行口座を追加するをタップですね。もしクレジットカードを登録される方は上の部分をタップしてください。 で、僕は三井住友銀行を持ってるので、三井住友銀行のところをタップですね。ちなみにここで登録すれば、銀行ペイでの銀行口座も一緒に登録されるということになります。で、次は利用規約の諸々を読んで次へ。で、口座情報や名前を入力して次へ。 そして、設定が完了して、トヨタウォレットのホーム画面に行くと、早速残高の500円がチャージされてますね。これ意外と早くてびっくりしました。で、まぁ、あ、注意書きを見る限りは、場合によってはちょっと遅くなるかもしれないということでしたので、まぁ、あ、すぐに反映されない方はちょっと待ってみるのもいいと思います。まぁ、あ、そんなこんなで今回は新しいスマホ決済サービス、トヨタウォレットについてお伝えをさせていただきました。まだサービスが始まったばかりということもあるので、実際のこう使用感などはわかりませんが、とりあえずどこかで活躍する場面があると思います。もしそのような場面に出くわして、 したらまたどこかのタイミングで動画にしたいところですね。まあ、一応下の概要欄に今回のトヨタウォレットや TS キュービックオリガンペについての公式リンクも貼っておきますので、詳細気になる方はぜひですねチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。